リンリンハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。イエーイ。はい、ということで、マイタウンの、ハウジング紹介第2弾になりま、2ができない、2弾になります。はい、まずは庭の方をね、前回ご紹介していったんですけれども、今回はお家の中ご紹介していきます。はい、ということで、こちらですね。入っていきましょう。はい、しめちゃんランドの中でございます。はい、この中はですね、まず1階はこのような形でキャラクターの像が並んでおります。某テーマパークとかでもこういう感じで像が置いてあったりしますよね。その雰囲気をちょっとこう模して作ったものになります。ちょっと一回はごちゃついてはいますが、こんな感じです。ここにはね、イレブンくんがいたり、そしてこうね、あの 光が入る演出をね、うまーいこと入れております。で、ディエゴさんと、ちょっとギャルっぽい男の2人、ハーレムですね。エステラさんがちょこんと座っていたり、某しめちゃんがね、好きな某しめちゃんがおましたね。しめちゃんが好きなダストン、あとはここにセラミさんですねっていう感じで、このキャラクターがいろいろとね置いてあります。エステラがね2人いますね。はい、あと怖い、カップルだったとしたら怖いカップルだね、この二人ね。で、あとヒストリカが、悪そうな男と女にたぶらかされておりますね。で、後ろではそのたぶらかしてるやつをぶっ倒すんじゃないかぐらいな勢いの人たちがいらっしゃいます。強そうな屈強な戦士たちがねいますね。はい、1階はこんな感じでございます。幻想的ってほど幻想的ではないですけれども、ちょっとこんな形でフィギュアを飾っているみたいな感じを思っていただくといいんじゃないでしょうか。はい、では2階を見ていきましょう。2階はですね、どちらかというとしめちゃんランドというよりはしめちゃんが住んでみたいような お家お家みたいな雰囲気、ちょっとこうメルヘンな感じになってます。なんか何入ってたっけ。あ、クリオネが入ってますね。で、ハロウィンの時にね手に入った、各種族のぬいぐるみ、ほぼ使うことないんですが、おしゃれとして置いている、タロットのテーブル、そして、例のごとくダストン、そして例のごとくダストン、そしてベッドっていう感じですね。で、壁はですね、本がこうずらっと置いてあったり、こうなんかいろいろ置いてあります。こう光がねふわーっと入るようにしております。で、ここもね、円形の窓にして、こんな感じでね。これ、この猫の壁を、4枚だったかな ?4、5枚裏にこう、設置してます。こういう感じでね。そうなんです。こういう感じで、扇状に置いて、丸くなる演出をしております。で、丸くなることによってですね、ちょっと奥行きが出るんですね。こう、くるっとなってるのもあってですね。で、なんていうんだろうね、圧迫感が少しないというか、なので入ってきた時に広く間を取れるような形を取っております。本来ね、もうちょっとこのこっち側に、右側にこの真ん中を持ってきたかったんですけれども、うん、なかなかうまくいかなかったんですね。まあでも綺麗にまとまってるんで良いではないかと思います。こんな感じのしめちゃんランドとなってます。
スミちゃんランドはね、2階がお部屋、まあ、どちらかというとあれですね、ボーランドっていうのももうあれなので、ディズニーランドでいうところのミニーちゃんのお家みたいなね、あんな雰囲気を作れたらいいなと思って作ったものになります。まあ雰囲気的にはいい感じになったんじゃないですかね。ディズニーランドもね、こういう風にジオラマみたいに置いてるところもありますしね、あったはず。遠い記憶、最近行ってないんでちょっと何とも言えないんですけれども、こういうのが置いてあったような記憶、その記憶で作ってます。はい、っていうところでございます。はい、しめちゃんランドはこんな感じ。次はですね、私の、メインのお家、集会所ではなくて、お城の方ですね、野苑館ではなくお城の方をご紹介できたらなと思います。ということで今日は以上となります。ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。次はお城の方のご紹介とかでお会いいたしましょう。では以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。